元気に海鮮生活。どうも、最強の日本海軍を作りたいアリスちゃんだぞ。ついにこの時が来てしまったとマリサだぜ。というわけで、大政奉還から約20年後の1890年。ここから歴史に名を刻む、アリスちゃんの提督生活が始まるのであった。というわけで今回から、自由に艦艇を建設してリアルに戦闘できるゲーム、アルティメットアドミラルドレッドノーツの史実キャンペーンモードをプレイしていくぞい。ほう、そんなモードがあったんだな。今は1890年の日本。あと4年後に発生するだろう日清戦争に向けて、いち早く海軍の近代化を進めないとね。造船の前にざっくり大国の経済状況を確認。GDP と海軍力トップはイギリスで、9隻の戦艦含めて58隻が竣工してるみたい。で、これから戦うことになる神は、5隻の戦艦含めた18隻の艦隊を持ってるね。なら最低でも同じくらいの海軍戦力が欲しいな。あ、ちなみに日本は1隻すら持ってないよ。もう終わりだよこの国。さすがに霊石はやばいから、早速戦艦から作っていこう。この時代の戦艦はミカサ戦隊スタイルで、主砲は2機4門がデフォルトだね。いわゆる全土級戦艦ってやつだな。自由度は低めだけど、しゃあないね。副砲はミカサと同じく 15.2cm 砲を採用。これとは別に耐水雷艇用の補助砲も欲しいけど、乗せられるスペースがないんだよね。で、みんな大好き水中魚雷発射艦を設置。そして煙突を立てて、主砲は 30.5cm 連装砲を採用。武装的にはほぼミカサだな。というわけで日和型戦艦の完成。特徴は、可能な限り大口径砲を搭載したところだね。というわけで早速日和型戦艦を建造しよう。資金的に5隻が限界かな。リストに掲載されたからよし。さて、お次は水雷巡洋艦を作っていくぞい。水雷巡洋艦。魚雷で敵を攻撃する水雷艇をちょっと大きくして、海洋でも安全に航行できるようにした艦艇だね。主砲は 10.2cm 砲を採用。まあとりあえず乗せまくろうね。おいおい、肝心の魚雷スペースはどうするんだ？水中発射艦しかないから、甲板がどうであれ OK。というわけで水雷巡洋艦、330が完成。これも資金が足りる範囲で造船しておこう。6隻だな。で、艦隊霊状態で最初のターンに限っては、一瞬で造船が完了するよ。一応確認しておこうか。お、確かに戦艦5隻に巡洋艦6隻、通常状態になってるな。逆に言うと最初以外は平気で1年以上の建造期間かかるから、計画的に建造していこうね。ちょっとまだ火力に不安があるから、日和型戦艦を追加で4隻建造。建造完了まで14ヶ月かかるから、今のうちに軽巡と水雷艇を作っとこう。軽巡はさっきの水雷巡洋艦より排水量大きめの3500トン。12.7cm 砲を飛砲として配置していこうね。これまた左右に配置していくのな。そしてもちろん水中魚雷発射艦も埋め込んでいこう。あとは 7.6cm 砲を埋め込んで。軽巡洋艦、ニンニン丸の完成。さっきから思ってたが、ネーミングセンスどうなってるんだ？平時には観光客船として使いたいから、可愛い名前にしてみました。さて、この調子で水雷艇も作っちゃおう。水雷艇は駆逐艦の前段階の船で、魚雷と速力特化の反面、装甲はないよ。当たらなければどうということはないオスデイク艦艇ってことだな。この時代は装甲技術が発展してきて、巡洋艦や戦艦の撃ち合いでは泥沼化することが多かったみたい。だからこそ至近距離に近づいて魚雷で大ダメージを与えられる水雷艇が流行ったわけだね。なるほどな。それでも少しくらい装甲つけてあげてもいいような気がするが。この頃は魚雷の技術がまだまだで、射程はたった 0.9km くらいだからね。こんな至近距離で撃たれたら薄い装甲意味ないし、その分速力高めた方が良かったんでしょう。それもそうだな。それなりに甲板広いから、魚雷発射艦結構乗せられそう。ただ重量との関係で、今回は2つにしておこう。その分空いたスペースに、5.1cm 砲を積みまくるのだ。いやわざわざそんな密集させなくてもいいだろ。てな感じで記念すべき初めての水雷艇、2階級特進号が完成。演技でもない名前つけるのやめろ、ニンニン丸とかとの落差が強すぎるだろ。戦艦4隻建造後は330やニンニン丸、あと2階級特進号の建造を進めたよ。艦隊もだいぶ充実してきたな。というわけで1892年5月、所有する艦艇を対馬周辺に集合させよう。艦礁、新狩り市長船に攻撃したことにより、以下の国との関係性が変化しました。メッセージ通り、ここで新狩り市長船に攻撃を開始したみたいだね。李市長船内での内乱、いわゆる皇后農民戦争を真に止めるよう頼んだかな。日本は知らなかったってことにして、親愛なる隣国への侵略に毅然とした態度を取ろう。議会の過半数が新への対応を求めてます。これはどういっと。
新和付近の大日本帝国海軍の艦隊を脅威とみなしています。おっと、早速最後通帳を送ってきたね。そっちが戦争を望むならいくらでも受けて立つよ。戦争、日本と清で戦争が起こりました。以下のように2国間の関係性が変化します。史実より2年早いけど、こうして日清戦争が勃発。はい、というわけで無事日清戦争を開戦できたね。なんか嬉しそうだな。まずこの艦隊で向かうのは手薄な台湾。開幕から大規模台湾上陸作戦を決めてやるのだ。台湾に侵攻します。初っ端から上陸作戦かよ。上陸作戦では日本が優勢です。このまま数ヶ月の支援で台湾は日本の手に落ちそうだね。神話航海を攻めてくると想定してたのか。対応が後手になってくれてラッキー。世界の世論は日本を応援してるよ。開戦から2ヶ月経過したけど、今のところ台湾上陸作戦は順調。ただ九州の方に輸送船を狙う新の軍艦が現れたみたい。ってなわけで開戦しますか。はい、動画始まって6分経過してようやくお待ちかねの戦闘だね。こっちは330と220、あと多数の非力な輸送船がいるよ。戦艦なしの巡洋艦たった2隻で戦えるのか。新も巡洋艦2隻らしいから互角なはず。と、早速敵艦を発見。敵はもう撃ち始めてるね。こっちはまだ射程外だな。ちなみに輸送船たちは後方でターンして反対側に逃げてるはずだから大丈夫だよ。今撃ってきてたのはこの巡洋艦だね。独特な手法配置してるな。いわゆる装甲巡洋艦かな。今回の作戦だけど、肉薄雷撃で1隻ずつ仕留める突撃作戦で行こうと思うよ。まずは煙幕使って敵の軽巡に接近しよう。輸送船守るだけかと思ったら積極的だな。お互いの飛行精度と貫通力が悪すぎて、中距離だと決着つかない気がするからね。突撃こそが戦場の花なのだよ、マリサ君。とか言ってたら早速被弾したぞ。敵装甲巡洋艦の 6.6cm 砲が命中したみたい。ま、これは大した被害じゃないからこのまま行くぞ。敵軽巡洋艦、魚雷射程内に入ったぞ。こっちも向こうの射程内に入ってるだろうからここで取り舵いっぱい。敵の魚雷を回避しつつ、左舷の魚雷3本を叩き込むのだ。ちょうど魚雷を撃ってきたが、これは回避できそうだぜ。と、こっちも魚雷放ったようだね。坊主と違って魚雷マーカーがないから分かりにくいよな。まあマーカーがあったらあったらで、50本魚雷攻撃した時画面うるさくなりそうだけど。お、魚雷命中。1本だけじゃなくて、複数当たっていってるぜ。いやー、いい爆発ですな。エンジンに引火したみたいだ。次に220からの魚雷。魚雷さらに命中、敵艦の浮力は 28% まで低下。ただ命中が艦首に偏りすぎて、後部区画がまだ生きてるね。というわけで今度は右舷の魚雷をお見舞いしよう。敵艦の後部区画でも浸水発生、これはもう長くは持たないな。青色の浮力ゲージがみるみる減っていくね。ここで浸水により撃沈判定になったぜ。じゃあ次は装甲巡洋艦だね。330、いざ華麗に参上。めっちゃ敵弾食らってるぞ。魚雷に比べたらまだダメージは低い。十分引きつけて、発射。煙幕で見にくいが、敵に向かって魚雷が進み始めたぜ。330は一旦離脱させよう。魚雷、敵艦中央部に命中。エンジンに引火したみたいだ。おお、区画全体的に浸水してくれてるねー。これは多い魚雷なしでも撃沈まで持っていってくれそう。330大活躍だったな。やっぱり時代は魚雷だねー。これを機に330の建造を増やそう。と、ここで敵装甲巡洋艦が撃沈判定に。新との初戦は日本の勝利。VP を5000近く獲得したね。VP? 敵に与えた損害に応じて獲得できるポイントで、戦争終結時の賠償請求に関係するよ。と、フィリピン海でも敵艦隊と遭遇したらしいから戦おうか。さて、ようやく日和型戦艦の出番が来たね。敵には戦艦がいないから、この圧倒的な手法で全てをぶち抜いてやろう。確か 30.5cm 連装砲を積んでるんだよな。戦艦は砲撃させつつ、水雷艇で肉薄雷撃を狙おう。行け、2階級特進号。たとえ君たちが沈もうが、その犠牲は必ず日本勝利への礎となる。敵艦も魚雷撃ってきたぜ。く、さすがに回避できないか。と、ここで1隻の2階級特進号が沈んだぜ。そして今の魚雷はお互い不発だったようだ。まったく、ヤマト魂が足りとらんぞ。帰ったら全員精神注入棒でしごいてやる。悪しき風習に染まるな。軽巡は回避されちゃうから、装甲巡洋艦に向けて魚雷発射。ちなみに今回の敵は装甲巡洋艦2隻に軽巡が3隻だね。こっちの戦力は、戦艦に軽巡が1隻、水雷艇が3隻だよ。お、魚雷命中、エンジンに引火したな。よしよし、大ダメージ。
中央区画に命中したから、全体的に浸水が広がってってくれてるね。と、ここで撃沈判定だ。そしたらもう一隻も沈めに行くぞい。敵装甲巡洋艦に魚雷2本命中、浸水によって撃沈判定だぜ。順調ですな。しかしそこから流れが一転。魚雷が切れてしまった水雷艇に、敵艇巡からの攻撃が集中。うげ、残りは戦艦だけになっちゃった。これはもう離脱するしかないね。というわけで結構な被害が出たけど、総合的には勝利判定に。よっかち判定になったな。さて、2戦できたところで今回はここまで。次回があれば引き続き真と戦っていくよ。アリスちゃんの提督生活は、まだまだこれからだ。